これかパッチが着てた鎧。いや、パッチョ強かったからな。よし、俺も買おう。うわうわパッチョパッチョ、これで俺もパッチョ脱ぐんだ。冒頭で紹介しました、というか前半かな、前半で紹介しました、このパッチョチーム、あの強い点がありまして、敵として出てきた時のパッチョって強い点がありまして、なんとですね、まあワンミスしてたじゃないですか。熟睡のワンミスがあったにもかかわらず、痛恨も何もなしで3ターンで勇気が溜まります。すごい強いんですけど、これがよくある俗に言う大会モードの補正となっておりますね。はい。なのでつばぜり合いがほとんど必須という状態になってしまいます。4ターン目でそのまま決めようぜというとなると、こっちの勇気は正当なんですけど、向こうの勇気は溜まりやすい仕様上、まあ向こうの方が先にとどめを打てちゃうんですよね。はい。これはまず実況解説をしてから始めようと思います、今回の動画は。まず一つ点はそこです。はい。ずるいですね。そのせいで、意味もわからず多くのね、実況者はね、隕石落とされたっていう。二つ目はですね、賢者の石の存在ですよね。パッチョは3ターン目に賢者の石っていうのを使用して HP が450回復します。一見、この時期に持ってるスペシャルカードっていうのは持っててギガスラッシュ。またスーパーハイテンションが基本じゃないですか。スーパーハイテンションの使用上1ターン目に使う方も多いと思いますんで、まあ、それをね、ついた3ターン目にこれ決めれるんじゃねえかっていう心理をついて賢者の石を振る。そうすることで HP 回復して3ターン目に持って耐えられてしまう。はい。そこでやっぱりとどめ隕石が飛んでくると。三つ目。青銅の盾とまどろみの剣の存在ですよね。なんか僕には理解できなかったんですけど、初見実況者がやるにあたって、ゴーレム、ギガンテス、ボストロール、まあ選ばれやすかったですよね。ということで、青銅の盾の存在のせいでガードされるとか、ボル&ブルが避けるとか、そのような仕様がたたったり、まどろみの剣のまどろみ斬りですよね。あれが、ね、眠らせ効果があるんですよ。だからそれでうまいこと攻められずに、ジタバタジタバタしているうちに負けるみたいな。そういった光景がよくありまして。まあ、実況者のね、シャープ1、シャープ2、シャープ3。まあ、大体このあたりです。このあたりから、1ヶ月間ビクトリーの更新ないんだったら、それはパッチョのせいだと思ってます、僕は。正直これは言いますけど、僕、経験者の僕から言うと、確かに見てた時思いました。あ、そうか。初心者のつまずく壁はナンバーワンパッチョだと。個人的に一番つまずく壁なのは上級職。まあ僕もつまずいた壁。上級職になるために急にレベルが上がっちゃうんですよね。大会モードで。敵の街の人たちのレベルが急激に上がるんで勝ちづらくなる。あそこが第3位ぐらいです。2位が武闘家竜太やソウル匠が強すぎる。普通に強いです、あいつらは。はい。で、1位はシャープ1、シャープ2なんぞで、地獄の底に準決勝で叩き落としてくるパッチョの存在だと思います。これは由々しき事態です。モンバト実況界、最強最悪パッチョ。はい。今回はですね、この2パートに分けてると思いますけど、このパッチョのチームが、いかに自分で使うとヘボいのかをね、紹介。さあ、数々の多くのね、懐かしい、神ゲーな、このゲーム知ってる？っていう実機やってたって人たちのね、心をへし折ったモンスターバドラゴンクエストモンスターバトルロードビクトリー戦士準決勝から登場、パッチョチームの登場です。なんでお前出てきたの動画に。俺のチャンネル見やぞ、パッチョ取り上げんのなんて。いや、まさかさ、大会モードのどっちかといえば準決勝はまだモブな方じゃないですか。職業大会の、ま、キャラ以外はまあモブみたいな名前と見た目じゃないですか。まさかさ、モブのチームが紹介される日がいつ来ようかという話ですよね。え、もう誰が予想したんですか？パッチョが。ただし、でも、本当にパッチョは、数々の実況者を、シャープが1から3で、地獄の底に突き落としたことで有名です。シャープ1とかに行って、竜王に負ける人はいるんですよ。でもあれって、まあ、踏ん切りがつくじゃないですか。まだ。まだ多分実況者の個人の中で、踏ん切りがつくと思うんですよ。な、レベル1の炎の戦士、スライムの戦士で勝てるわけないじゃんって踏ん切りつくと思うんですよね。まだシステムあんまつばぜりとか理解してないので、大会モードって、まあ、敵のレベルも均等だし、職業相性も発生しないんで、まあ一見互角に見えます。
なんだったらこっち有利です、ドラゴン系使えばええんですから。まあそこに至らないというか、そこには至らないんですよね。で、つばぜりとかわからないよっていう時に、このマドロミリが初言語しすぎる。攻撃しつつ眠らせるんでね。まあ、弱い技では決してないんですよね。マドロミ切りってそもそも。なんか寝たけどね。なんだったらなんか寝始めましたけどね。なんだったらちょっとこれね、ちょっと敵の HP が低すぎて、まず実証できないんですけど、いろいろと。クロスカッター一戦ボール&ブルの第3の技、クロスカッター。普通に威力が高いんだよな。戦士愛情はちなみにこのチーム発生してないんですよ。まあ、多分大会モードの救済措置ですね。基本的に下級職の大会は職業愛情が発生していない敵が多いです、非常に。なんで、まあ、巣のステータスで戦ってる分ちょっと不利ですよね、職業愛情が発生してないんだ。なんだったら普通のチームは職業愛称を発生させることがほとんどです。ただそこをギガンテスとかで、まあ台無しにするっていう人はよく見ますね。いや、終わっちゃったよ、おい。まあさっきのこと、ま、本当はね、ちょっと1回戦2回戦また来たくなかったんですけど、このチームやってみるとわかるんですよ。まあフルに攻撃を当てたとします、仮に。でもまだ3ターン目の勇気は、多分、先ほどの冒頭に、まあ前にお見せした動画でわかると思うんですけど、3ターンで普通、光の弾も何も使ってない状態では勇気はたまらないんですね。はい。絶対。ただ、ただ、痛恨の一撃とかを引いてしまえばたまりやすくはなるんだけど、基本的にこのアベレージヒット、普通に全部当てていくスタイルだと、3ターンでは必ず勇気はたまらないです。プレイヤーサイドは。何が恐ろしいか今もう分かっていただけましたでしょうか。このチームは普通に使ったらそんな強くないです。ああ外しか。まあ今のとこね、だから合計3ターンですね。あそこ2ターンでここ3ターンなんで合計3ターンなんですけど、このようにね、勇気は絶対溜まってません。開始1回でも溜まってません、なんだったら。はい、それを大会モードでね、見えない補正になってるんですけど、敵のマジ、ね、勇気が溜まりやすいんですよ。有意識自体です。これ初見実況者でやっていいことじゃないと思うんですけど、勇気が溜まりやすい仕様があるんですよね。いかがなものかって思いますけど、それに、やっぱ気づかずに負けてる人は本当に多いなと。はい。だから、つばぜり合いをすれば実は4ターン目まで、基本的には止まります。まあ、たまに痛恨食いますけど。パッチの対策方法は、まあ、2ターン目とかにつばぜりをしちゃうことなんですよね。3ターン目とかに。そうすれば最悪負けたとしても4ターン目までもつれ込むことができます。ただしこのチームはね、3ターン目に賢者の石を使うから、そう、3ターン目ってね、絶妙にね、敵の HP がいいラインなんですよ。だからつばずれあったとしても気づかずに、おい、いいいい、ちょっと気づかずに削り切っちゃおうってなっちゃうかもしんない。うん、でも僕はそのパターン引くのにさ、5回ぐらいかかってんですけどね。あ、じゃあ、絶対パッチが使わない技をお見せします。5回戦ってましたけど、これ多分ね、敵がね、プログラムいじってますね。そういう意味じゃないんだよ。おめえらがしてる。だって、こっちらのやりたい。何綺麗にやってんだよ。音も見せなくていいじゃん。もう、早く行くかってなってんだから。これパッチチームでちょっと変わった点がありまして、実行チーム実装で使います。雑に全員チェンジなので、実装で使えるんですけど。それっす。雑に剣技が3つ合わせると何になるか、もちろん皆さん おなじみのエーターナルサッシュ行くぜ。おら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 、これパッチョ使わないんですよ、絶対。絶対にこの上はパッチョが使わないっていうシステムになってますよね。うん、使ってもらった方が有機的にはめちゃくちゃありがたいんですけどね。どちら様。うん、そんなどちら様ですか。んー、いくぜ、パッチョ戦法、勇気のとどめ勝ち。そう、パッチョはこうやって、なんか3ターン目の賢者の牛で CPU の勇気補正使って、グンって勝つことができるんですね。うん、計何ターンかかったんだっけ、ため切んのに。もしもですよ。パッチョって数多くの初見実況者を泣かせて敗北にさせ失踪させたんですよ。割とね、調べたら出てきますよ。シャープ1あたりでパッチョに負けた人は。思ったんですよ。
それだけ強い存在だったら、ストーリーモード、大会モードのボスであるデスピサロなんて、メジャーないんじゃないかなと。だって、こっちは、パッチョだぜって考えてみてくださいよ。今までさ、数多くの実況者を泣かせて失踪してきたさ、ね、選手大会準決勝から出場や。準決勝ってのもいいよね。最後に心折ってくるみたいな感じで。そのパッチョだよ。だって、な、ストーリー上のね、こんなラスボスのなんかデスピサロバーって出てくるけど、こんなんさ、もうヘでもないんじゃないかなみたいな。デスピサロに負けた人より、パッチョで負けた人の方が多分多いと思うんですよ。うん。僕はね、ビクトリー、あドラゴンクエストモンスターバトルビクトリーを、まあ、エゴサする癖がありまして、まあね、エゴサはしてるんですよ、時々。はい。1ヶ月に1回ぐらい調べてます。1ヶ月に1回ぐらい調べて、なんか、だいたい神ゲーとか、なんか懐かしいとか言いながらプレイしてる人をよく見ます。んで、だいたい負けてる範囲はパッチョ。ナイス。ここでつばぜりしましょうか。パッチョは自分からつばぜりなんてしないんですけど、まあ、これはもう、デスピサが仕掛けてきたという体で、はい。デスピサが仕掛けてきたという体にしましょうか。はい。パッチョ衰えてるで。やばい、パッチョ、つば、パッチョ、つば、パッ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 チョのつばずりやばいな。パッチョのつばずりできるのかな。パッチョ、お前つばずりどんぐらい強いの。おいや。パッチョのつばずりいきます。パッチョ、パッチョの気持ちになります。パッチョはこんなでんだせえへん。パッチョは勝たへん。パッチョ勝ち始めましたね、いよいよ。さあ、パッチョはね、もしもでもパッチョがさ、王者決定戦で戦ったらどうなるか気になるもん。あ、いいね、そっちの方がいい。さあ、打点は割と取れそうですよ、なんだかんだで。ボル&ブルがいい感じに刺さっております。さあ、にゃんの HP! さあ、使うSPは分かってますよね、皆さん。こちらでございます !3 ターン目の。え、3ターン目相手が君に来る。賢者の石守るんだって。風のマットでいい気がするんだよな。いや、パッチを守ります。今回使うSPはですね、2択です。光の玉。だから3ターンで勇気を本当にプレイヤー側が食べるには、光の玉が必須です。光の玉込み、攻撃をちゃんと当てる、光の玉があって初めて、まあ、3ターンでギリ溜まります。しかし、パッチョはそんなの言いません。だってパッチョですもん。そう、パッチョは勇気が溜まりやすい特徴を持っているんで、議論の余地がないんですけど、どうにも、あれおかしいな。まだこんだけしか勇気溜まってないな。いくらいてつかほど食らったからってさ、あれなんでこんなに勇気溜まってないんだろう。あれ、勇気全然溜まってないよ。なんだったら4ターン目で溜まるかも怪しいよ。あれ ?4 ターン目って絶対溜まるんだけどな。あれ溜まってないな。いくらなんでもおかしいな。ワンチャンまあ溜まるっちゃ溜まりますよ。うん。で、このチームを使う上で気をつけるのは、必殺技出さないことです。ボル&ブルの時に黒すぎ選ぶといろいろと崩壊します。まあ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 、あ、これ溜まるね。マドルミ教で。さっき一回会心出てるよね、てか。君一回会心出したんだよ、確か。それがでかいか。マドルミ教。はい、溜まりました。よく溜まりました。イテハが来ても勝ちですね。いや、大丈夫です。遅延です、これはただの。これはただの遅延。大丈夫です。次のターンの高校イテハでアーなんてことはね、ないんで大丈夫です。なんだったらだいぶ余裕持てますよ。だいぶも余裕はあります。あ、パッチョ本当に、あ、ストーリー上は一応白目デスピサルがラスボスなんですよね。まあ、その後の戦いで赤目はあるんですけど、ストーリー上白目デスピサロは、まあ、ラスボスですね。大会モードの。まあ、そこで実況やめる人がほとんどなんで、まあ、事実上、ちょっと待って、だいぶ楽勝に勝ってないか、これ。ん、あれなんか想像してる以上にめちゃくちゃ楽勝に勝ってないか。デスピサロ、そんなにいいのか、お前。あれあれ大会モードのラスボスさん、あれ大会モードラスボスさん、あれあれ大会モードのラスボスさん、あれあれこいつ戦士準決勝のパッチョに負けてるよ、こいつパッチョといえばこの技いけランダムとどめの一撃クライデスピザロパッチョのパッチョのパッチョの一撃ほい初見殺しはい、パッチョの初見殺し完了はい、証明完了デスピザロパッチョが強いパッチョ強いぞパッチョよくやったなお前そら、お怒りですよ。たかだか選手大会準決勝ごときのね、相手に負けた、そりゃ、大地もお怒りだ。いや、パッチョはね、大丈夫。もう、リュータも言ってるよ。リュータ言ってるよ。大丈夫だ。
俺とパッチョならいけないものなんてないみたいになってますよ。あの、多分大会モードの役がパッチョになってんだよ。もうパッチョすげえ。やばいやばいやばい。ちょ、本当にやばいんじゃないか、これ。赤目だ。パッチョ頑張れ。あ、ミス。え、キラーマシーンそんな受けるもんなんだっけな。一番食らうはずのキラーマシーンが受けるのはマジででかい今。トクロスコッター、一戦。打点がね、厳しいな。ノヒーちゃん一応そうか。キラーマシーンは A を押していいのか。打撃にちょっと硬くなってまいるんで、とどめボーダーをどう持っていくか。一回心欲しいですね。だから技の構成上、全員回心を狙うことはできない。で、そしてここでつばぜりをしないといけません。まあ、するというか、まあ、向こうが仕掛けてきた点にしましょう。はい。パッチはつばぜりを仕掛けません。パッチはつばぜりなんてしないですからね。自分で逃げ切ることばっかしか考えてないですから、あいつ。あいつも結構チキン集団だと思いますよ、僕は。ねえ、パッチョはね、バラモス、ドルマゲス、バルボロスの魔王軍団に率いる、もうそれに匹敵する超チキン集団。初見を戦ってきたチキン集団。さあ、勝っちゃった。パッチョ頼むぞ、あとは黄金パターンだ。おい、パッチョ黄金パターンで勝つぞ。賢者の牛で勝つぞ、おい。お前、本当に勝てんじゃねえか、パッチョ。あ、いいね、ゼロイさん。そっち、多分ね、そっちの方が出ると思うよ。はい。前向き。よいしょ。いいよ。会心狙っていこうか。でも、ABA はできないから、事実上。ボル&ブルはクロスカッターで頑張ってもらうしかない。どうしてもね、エターナルスラッシュになっちゃうからね。はい。問題は、攻撃に耐えられるかどうか。あと、とどめボーダーに持っていけるかどうかだね。さあ、このね、全く大魔王戦に向いていないまどろみ斬りが何をしているのか私にもわかりません、正直。なぜ私はまどろみの斬りなどしているんでしょうか。ああ、キラ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 。いいよ、いいよ。いい。よく回避したな、恐怖のですね。あれパッチョいけんぜ。え、まさかやんのか、本当に。え、まさか本当にやってしまうのかパッチョは。数々の多くのね、思い出残る実況者を、何もチーム編成を考えてないギガンテスやゴーレムなどを入れて、まあゴーレムはいいんだけどさ、ギガンテスやボストロール、死神貴族、人食いサーベル、そのあたりの人気モンスターをぶち込んだ結果ね、悲しい目を見て、3ターン目で勇気がね、理不尽に溜まり、気づいたら、よくわからないけど負けていた。そんな光景を、いくら見てきたでしょうか、僕は。エゴさせてよく見てきましたよ。そしていよいよその時やってこようとしてますね。これね、ちょっと怖いのがさ、まどろみ斬りであるということなんだけど、これさ、とどめボーダー足ります、あなたたち。とどめボーダー足りるねえ。さあ、パッチョお得意の賢者の石いきます。これ絶対ギガでいいんで。あ、でもね、これね、ワンチャンもしかしたらキラーマシンが死んじゃうかもしんないんだよね。絶望の魔術と天地雷鳴拳だから。このターンって。さあ、頼むぜ。え、クロス切りしたってことはまさか回心欲しいよ、ちょっと待って。え、大丈夫これ。これ絶望の眼差しがね、キラーマシンやばいんだよね。だから、賢者の石もある意味正解ではある。うん、正解だったわ。さあ、パッチョ！え、あれ？こうやってさ、理論上さ、あ、うわ、パッチョ、え、え、でも理論上パッチョってこれさ、あ、うわ、おやすみなさーい。やると思ったわ、お前。おー、いけ、これでもね、だ、足りないんですよ。70足りないんですね。おお、パッチョ、パッチョ、パッチョどうすんねん、こっから。どうしようもない。頑張れ。なんか、何かの間違いでカウントは割と惜しかったな。マジで惜しかったとは思うよ。マジで惜しかったとは思うんだけど、多分、まどろみの剣があまりにもゴミすぎた。